住友銀行東松原支店は、広島県広島市南区にあった、住友銀行のかつての営業所。大正期に、住友銀行の支店として建てられ、最終的には、五福卸売業を営む、谷口株式会社の店舗として用いられていたが、平成の広島駅周辺の再開発広島駅、南口 B ブロック市街地再開発事業により、取り壊されている。 JR 広島駅から南へ約200メートルのところに位置し、遠行橋東詰めにあり、旧西国街道に面して建っていた。鉄筋コンクリート補強のレンガ造り2階建て。正面にアーチ状の縁取りが特徴的な建物であった。戦後も広島に現存していた大正期のモダン建築であり、被爆建物の一つでもあった。当初の設計は、 住友合詞会社工作部、施向は大林組、後の改修時の設計、施向は不明。住銀は合併により三井住友銀行となり、現在市内に店舗として存在するのは神谷町の広島支店のみ。なおこの広島支店はもともと人影の石があった住銀広島支店であった。北側より撮影。火災により鉄碑が湾曲している。 1921年7月、当地に住友銀行広島支店東出張所として建てられた。1929年支店に昇格し、住金東松原支店に名称変更。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により被爆、爆心地から約 1.89km に位置した。 爆風により大橋西面の鉄壁は大きく湾曲し、熱戦により全焼したものの、東海からは免れた。当時の東松原支店の従業員は18人、墨銀の広島支店及び東松原支店を合わせて29人、亡くなったが、この支店のみで何人亡くなったかは不明。簡単な修理後同年8月27日。 爆心地近くで壊滅した住銀広島支店がここに一時的に移り合同で営業を再開した。当時、周囲は闇市で賑わった。1959年広島駅前に住金広島駅前支店が開店し、移転、ここが空き家となったところへ、繊維問屋の東和が取得し倉庫として使用した。1970年谷口織物が取得し、 正面入り口及び中2階を新たに設け、屋上に住居を増築した。その谷口により2009年まで利用された。その後広島市によりこの地区の再開発が行われることになり、全体保存も考えられたが膨大な補修費がかかることから、取り壊しが決定、被爆により湾曲した西面鉄壁のみをモニュメントとして残すこととなった。予定事業費480万円。 これに、広島赤十字、原爆病院窓枠、壁面についで二例目となる、モニュメント保存のための助成金が検討されている。2013年解体。跡地には、再開発ビルシティタワー広島、ビッグフロント広島が建設され2016年に完成した。湾曲した西面鉄層は、建物の南側の壁に埋め込まれた。ありがとうございます。